マレク・ミンタールは、スロバキア・ジリナ出身の同国代表サッカー選手、サッカー指導者、ハンザ・ロストック所属。ポジションは MF。1998年、スロバキアの MK ・ジリナで、プロキャリアをスタート。入団1年目に11ゴールを挙げて、花々しいデビューを飾り、チーム内での地位を確立させると、翌シーズンでも12ゴール。 2000から01シーズンには21得点とゴールを量産。2002から03シーズンのリーグ連覇にも貢献し、スロバキア国内での地位を不動のものとした。2003から04シーズンには当時ドイツ分で3が2部に所属していたニュルンベルクに移籍し、その年のリーグ戦で18ゴールを挙げ一部昇格の原動力となる。2004から05シーズンのカイザースラウテルン戦で、 ブンデスリーが一部デビューを果たし、第3節ハンブルガー SV 戦で、ハットトリックを決めるなど24ゴールを叩き込む、大活躍で、ブンデス一部ルーキーイヤーにして、得点王を獲得、チームを一部残留に導くと同時に、その得点感覚がトップレベルにあることを証明した。クラブでの活躍が認められ、2004年、2005年と2年連続で、 スロバキア最優秀選手賞を受賞した。2005から06シーズンは度重なる大怪我でシーズンのほぼ全てを棒に振ったが、2008から09シーズンは16得点を挙げ、ベンヤミン・アウアーやセドリク・マキアディと並んで、ブンデスリーが2部の得点王に輝いた。ありがとうございます。